皆さん、こんにちは、大地です。6月から43期という新しいクラスがスタートすることに向けて、最近、まあまあの頻度でね、スクール説明会というやつを行ってます。まあ、あの、興味ある人、ぜひ来てみてください。面白いです。で、その中でね、えー、お伝えしていることいくつもあるんだけど、そのうちの一つ。 自分はどんなコーチになりたいんだろうっていうことを明確にして、で、その上でクラスに参加した方がいいんじゃないかなということで、でまあもちろんね、クラスに参加してみたら、ね、えー、いろんなコーチとの出会いがあります。いろんなクライアントとの出会いがあります。いろんな学びもある、ね。で、自分自身が変わるような体験もある。そうするとあ、本当はこんなコーチになりたいんだ。もちろん出てくる可能性もありますけれども、ね。で、実際にはそうだと思うけど、でもね、それに先立って自分はどんな人間でどんなコーチになりたいのかっていうことを、 まあ、うちのスクールに来る子なのに関かかわらずね、どこで学ぶにしても、なんか持ってるといいんじゃないかなと思うんですよね。というのは、それがないとね、なんかコーチってこうあるべきとか、こういうもんだとか、それからね、あの人に憧れてとかっていうので、こう、ちょっと自分らしさと違う方向にね、あの、進んでいって、なんか苦しいとか、しっくりこないとか、面白くないになっちゃう可能性がある。だから、あの、コーチも自分らしくて全然いいし、むしろその方が、クライアントにとってもいいと思うんだよね。で、 だから、自分らしさに気がついて、エッジを立ててね、あの、自分らしく言ったらいいんじゃないかな、ということで、じゃあ、自分らしさを探求するのはどうしたらいいのっていうときに、まあ、いつものこの簡単な価値観リスト、ね。えー、ここに出てる言葉を、まあ、一個ずつね、できたらだけど、一個ずつ読み上げて、心で感じてね、こう、読み上げながら、あ、やっぱりこれ大切だな、ってね、こんなコーチになりたいな、これ大切にしたコーチになりたいな、って、こう、しみじみ思って、で、しみじみにね、感じたものをやっぱりこう、ピックアップして、で、 ベスト5とかを作ってみるで,できたらねあの別にそのベスト5をねあの僕はこういうことをこの5つを大切にしてるコーチですってあのただ表に出してみる言ってみるだけでもいいと思う。で,でだからまあこんなねあの人と一緒にこんなセッションしたいとかこんな結果出したいとかねあとこんな強みがあるとかこんなこだわりがあるっていうふうにちょっと作文してみたりしてもいいかもしれないんでなんかそういうことをしながらねあ,あそうか。 自分はこんな人相手にこんなスタイルでね一緒にこんな結果を作っていくタイプのコーチなんだっていうことを明らかにしてなんかねよりそれがこの、えー、その能力がね開発されたりとかそういう結果が出るようにあの自分をねコーチとして成長させていってあげるみたいなことをすると。 自分がなりたいコーチになれるしねでそれはオンリーワンのコーチでやっぱり他のコーチとは違った形でねクライアントの役に立てるんじゃないかなということだしクライアントもねなんかどんなコーチなのかなって案外興味があるんですよねだから何を大切にしてるコーチだっていうふうにあの言ってあげるだけでもね、えー、クライアントにとってもなんかあなたを選ぶ理由っていうのができてくるんじゃないかなということで是非ねあなたの人生で大切なベスト5は何ですかねでそしてそれを大切にしてるのはどんなコーチなんだろうね 人柄もそう、それからね、えー、対象のクライアントもそう、えー、扱うテーマもそうでねあとはなんかそのコーチとだからできる、ね、生まれる結果とかねなんかそういうものをこうイメージしながら、えー、どんどん外に発信しそしてさらにそれがね高いレベルでやれるように自分を鍛えていくなんていうことがあるといいんじゃないかなと思うしあと自分の基準とかね自分が大切なものっていうものを一回出しておくとねやっぱり本当にそうなのかな他にはないかなっていう。 自分でこうね考えていく、えー、きっかけまあ叩き台みたいなものができるのでまずあらあらでもいいからねこういうのを作ってみたらどうでしょうかという提案ですそれではまたバイバーイ。